ようございます。2015年12月19日土曜日6時5分になりました。おはようございます。もう19日ということで、もうこの土日で来週をね、もう水曜日が祝日なんで、もうなんか2日行って休み、2日行ってもう休みみたいな感じで、もうなんか年末モードというか、仕事をやってるのかなんだかわからない状態にみんなもなってってるんじゃないかなと、そんな気がしますけれどもね。もう23過ぎたらなんかクリスマスやなんやかんやつって、もうその次の週はね、仕事納めで大掃除とかして終わりみたいな、そんな週になるから、結局ね、頑張っても21、22ぐらいで終わっちゃうような感じじゃないのかなと。さて、今日はですね、インターネットウォッチから日本のミレニアム世代の8割はオンラインコンテンツの信憑性を疑わない傾向、アドビ調査ということで、アドビシステムズですね、有名な、PDF のリーダーとか、無料でこう配布したりとか、あと画像の操作する、フォトレタッチとかイラストレーターなんかのソフトですね、そんなのを出している会社ですけども、そこが消費者のオンライン上のコンテンツに関する意識調査ということで、これ世界6カ国、日本、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、オーストラリアで、実施された調査なんですけれども、で、ここまた絶対数がね少ないんで、こうちょっと何とも言えないところもあるかもしれないですけど、日本は2014人が調査に協力していると。で、全部合わせて1万2000人ぐらいですね。で、それでですね、世界の他のまあ国と比べるとですね、日本はどうもその検索結果に対して情報の信頼性っていうのをこう鵜呑みにしてしまう傾向があると。要はこれね、どういう質問があったかっていうと、そのコンテンツの信頼性に関して、例えばビデオが加工されてないかどうか疑問視するとか、偏った記事でないか疑問視する、写真が加工されてないか疑問視するみたいな質問があるわけですね。で、ところが要はだから疑ってかかるかどうかっていうことなんですけども、それで、見てみると、例えばですね、これが一番差が大きいのかな、記事の内容が偏ってるんじゃないかっていうふうに疑ってみるっていうのが、この6カ国の平均で 48%、まあ、大体2人に1人の人が、どうなんだろうっていうふうにこう考えるのに対して、日本の場合は 30%、これは18歳から34歳の、まあ、ミレニアム世代とここで言ってますけども、まあ、その18歳から34歳ですねの人たちに関して言うと 30% なので、まあ、3人に1人ぐらいしかこう、どうなんだろうっていう見方をしないと、いうことは、3人に2人はそのまま鵜呑みにしてしまうと、それは信頼に足るというふうに見てしまう傾向があるということで、これはちょっとね、このあたりはやはり問題になるでしょうね、今後考えた場合に。特に世界平均、そうですね。で、あとはですね、まあ、情報を見る時間が、まあ、限られている場合というのが、ちょっと説問がね、これなんか微妙なところがあるなとは思うんですけれども、その、まあ、要は短い時間しかない時っていう、その限られた時間の中で、情報をこうチェックするとか、そういった場合に関して言うと、どうも日本の場合は短いコンテンツにいっぱいアクセスする傾向があると。1個をなんかしっかり見るっていうよりも、いろんなやつをこうパラパラ見ていく傾向にあるというのがあって、
コンテンツが長すぎるからもう途中で見ないとかですね、そういうなのがやっぱりすごく多いというのが傾向があって、でいろんなメディアには触れてるんですけども、いろんなメディアに触れる割には、あの一つ一つをじっくり見ないと、短いものをパラ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 見ていくっていう傾向がすごくあるというので、まあこれはおそらくですね、スマホとかそういうものがものすごく日本の場合普及してきたことによって、もう短い時間でパラパラ見ていくっていうことにみんながもうどんどん慣れてしまってるというか、そういうコンテンツの消費の仕方ばっかりになってきてるというのが非常に強いんじゃないかなという気がします。落ち着いてこう何かを読むとか、じっくり調べるとか、そういうのがもうどんどんなくなっていって、で、もう本当にその時その時の話題になっていることをちょこまかちょこまか、こう、なんていうんですかね、つまみ食いをするみたいな感じのコンテンツの消費の仕方が多くなっている。で、だからこそですね、そのタイトルなんかもどんどんそれがひどくなってますよね。いろんなニュースのポータルサイトとか、まあ、見ててもそうなんですけども、どんどんこういわゆる釣りみたいなタイトルで、何これって一瞬こうドキッとさせるようなタイトルがついていて、クリックしてよく読むとあれみたいな、そうかみたいなね、よく言われるスポーツ新聞の、タイトルの付け方ですよね。大きい見出しの付け方のような、そんなものがものすごく増えてきている傾向にあると。これは果たしていいのかどうなのか、なかなかね、難しいというか、あんまりいい傾向じゃないなという気がしますね。そのじっくり考えるというよりも、コンパクトにまとめたやつを見て、それで分かった気になって、もう納得してしまうという、そこから先こう調べようとしないというのがあって、そうなっていくとですね、すごくいろんなことを浅く見てしまう傾向にあるんじゃないかなと。でますますそれが強くなっていって、こう表面的なものとか、こう分かりやすいものにしかこう反応しなくなっていく、じっくり考えるとか、こうよりこうなんていうんですかね、頭を使うことをしなくなって、ただこう情報をたくさんこう取り込んで、未消化のまま次々流していくような、そんな感じのこう消費の仕方をしていると。でそうするとですね、これはなんていうのかな、まあ、ここで何回も今まで扱ってますけども、そのニュースで出てくるその人工知能みたいなものがやりやすい方向に世の中動いているんですよね。そういうものが操作しやすい、より表面的でコンパクトでまとめた情報をたくさん消費するというか、そういう傾向になっちゃうと、文脈コンテクストとかって言われますけども、それを読み取らないっていうか、その一個一個バラバラの情報でも、一個一個その単品というかですね、小さな中でも消化してしまうと。これはね、ちょっとなんか短絡思考って言われるか、そっちに向かいそうな気がして、少し怖い気がします。さて、そんなところでもう6時13分になりました。もう一回言っておりますけれども、毎週水曜日は週刊 T トレンド X も配信しておりますんで、よかったらそちらの方も聞いてください。で、年末ね、年末年始またホームページとかちょっとこう見直してみようかなと、会社のホームページとか一度見直してみるとかいう時には、ぜひホームページ、インターネットの集客、再入門、そちらの方もいろいろ書いてますんで、よかったら参考にしてください。そんなこんなで、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。